なんだこれ、デッドマン、大統領職総選を渡せと。はい、どうもこんにちは、マサヤンです。えらい早々とね、ストレス進んでいったので、とりあえず、ミスタープレジデントに、ミスタープレジデントに、くっそ、なめやがって。レベル1。どっちに行きゃいいのかな。こっちか。サムポーターブリッジ、どこで行くの？でさ、手錠端末で地図を見てみろ。隔離病棟の場所がわかるはずだ。ポリゴンで荒いな。ルートを考えてラインを引ける。自分で試してみてくれ。荒いな。荒いな。どこだ？ここか。オフリミットってここ行かれんの？サム、俺だ。デッドマンだ。目的地の方向はコンパスで確認できる。目的地が分からなくなったらコンパスで確認してくれ。 L1 コン L1 コンパスもなんだ。 L1 ってクリビオとここサム、俺だ。デッドマンだ。すまない。そうだ。大統領の容体が良くない。悪化して。あれ、彼女も少しは楽に。これで最後にあんたと話す時間ができそう。彼女、合衆国最初で最後の女性大統領、そしてあんたを育てるんだ。その服では面会できないんだ。脱いでから中に入ってくれ。
育ての親。まあまあまあそうでしょうね。安全性上がったね。大統領が女性っつったな。大統領最初で最後の彼が大統領の右腕でありブリッジズの長官ダイハードそうかあんたは第一次ブリッジズだったそれじゃ紹介の必要はないな、まあ、ね今ねアメリカのね大統領もねトランプが負けてねバイデン氏にね選ばれたあれでこんな形で再会するダイハードマンいや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 お互い死ねない者同士だろうなダイハードだからか10年ぶりの挨拶もなしか大統領がお待ちだアキオかっこいいな君のお母さんブリジット意識も朦朧としているが君のことはわかるはずだブリッジっすね結構すげえなサムが来ましたこれは井上菊子さんか。時間がない。アメリを助けて、あなたが必要なの。アメリって誰だよ。ヒントがなさず。つながらなければ。ヒントがないよ。アメリカを再建するの。また世界をつながなければ、人類はみんな滅びてしまう。アメリカなんてもう誰も必要としてねいいえ孤立した人類に未来はないわアメリカの時代は終わったそれにブリジットあんたはもう大統領じゃないお願いよサムこれは違う
あなたビーチで待っている。あ、大統領。まずい。よし。大統領、大統領、大統領亡くなったよ。ああ、もう衝撃的な始まりじゃねえか。もうなんだよ、もういいか、大統領が亡くなったことは公にするな。これが露見すればブリッジズは崩壊する。ここにいる我々以外誰にも口外するんじゃない。はい長官、遺体も処理しなければ。でもあいにく処理班は。それなら大丈夫だ。サム、君は大統領と最後の契約を果たした。何のことだ。君はブリッジズとなり、我々とアメリカ合衆国再建の任務を。また俺を縛るのか、ブリジットのように。ある意味それは正しいかもな。その手首の手形がその証拠だ。長官、大統領は全身を癌細胞に蝕まれていた。遺体を解剖することも臓器の摘出もする必要はない。一刻も早く焼却しないとネクローシスする。そうだ、早くしないとここもクレーターになる。俺にどうしろと。今すぐに動ける運び屋がいないんだ。死体処理班は全滅してしまったからな。そうだろう。だが大統領の遺体を焼却しなければ。キャピタルノットシティ側からの道路はボイドアウトで寸断された。残っているのは徒歩で登る山岳ルートだが、カイラル物質がたまるエリアだ。途中には奴らがいる。あんたにしかできない仕事だ。ドゥームスで機関車の。なぜ俺なんだ。サム、あんたはすでにブリッジズだ。配送依頼だ。サム・ポーター・ブリッジズ。少しいいか。ブリジット・ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。就任以来長きにわたって国家の再建を訴えた。そのための組織ブリッジズを立ち上げたのも大統領だ。本来なら手厚く葬儀を執り行うべきだ。しかしそれは叶えられない。彼女の死はアメリカの死だ。それは我々ブリッジズの死につながる。だからこそ
大統領の遺体は隠密裏に運び出し処理しなければならない。隠し合わせたとしてももう次の大統領はいない。アメリカの再建はない。サム、アメリカは死んではいないんだ。大統領は死んだはずだ。確かに彼女は死んだ。だが大統領になるべき候補のアメリカはまだ生きてる。何のことだ。そのことは後で話そう。分かってほしいのはブリジットが立ち上げたアメリカ再建計画を我々が実行するということだ。ブリッジズはそのために存在する。そのための第一歩としてサム、君は大統領の遺体を焼却所に運ぶ。また世界を繋がなければ人類はみんな滅びてしまう。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。ありがとうサム。あなたをビーチで待っている。焼却所はここの南西だ。だが途中には BT の座礁地帯がある。焼却所は山に囲まれたエリアで、カイラル物質が拡散し都市に及ばないようになる。かなり過酷な運搬になるが。君を24時間追跡している。何かあれば我々が手錠端末からサポートする。さて、サム、ダイハードマンだ。手錠端末の使い方は聞いたな。焼却所の場所は手錠端末で見てくれ。ということはオプション。どこだ。手錠ってここか。アメリカはまだ生きている。ブリジットの魂と共に。
UCA とかなんだこれ。なんかあんのか。手術で着した耐えられる物質洗浄異常なし。ようこそサブウォーターブリッジ。来るよ。48時間以内に来たな。歌が流れてくんかよ。これ。
風だけで記憶があんな俺。いや、人のためになる。お前いい感じに近づいてきたな。これ渡れねえか、まさか。あ、こっちか、ここか。くそ、山を越えなあかんのか。くっそ、
なかなか登れんな。十分危ないけどな。めちゃめちゃだ。セーブ方法。密かにじゃないけどな、絶対もん？虹？そこ一帯のカイラル物質の濃度が急激に上がっている。トキウが降りそうだ。急いで戻ってこい。トキウ。サム、もう一つの荷物も焼却してくれ。これ
コールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。なぜここに？廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ボートから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。誰が来たのかな。めっちゃいるよ。カエルたちみたいな感じやな。誰に出てきた。姿勢を低く慎重に行こう。
残ったはいいが。降りる際はどうすればいいんだ、ほら。登ったはいいけど降りてるんだ。こうやってする。
してとかそんなのはないんだな。なんかあるな。あ、なんかあるな。これイゴールってよう見るな。レベル1だからな。マックスまで持っておくのがベストだよね、やっぱ。あ、ビビが。
でで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 立ち上がりましょう。よし、よし、休憩時間1分28秒。ちょっと休憩しすぎたな。水がレベル1ってことは絶対レベル2とかになるはずやんな。ビビビビごめん。ジャンジャンプ。怪しいて怪しいて。行くぞ。ニックイーズ。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。助かった。簡易観測と建物機能起動する。建物機能。アクロ破壊力なんか入れるな。わからんな。簡易観測と使う。深いところから周りを見渡し、発見したものをマーキングできますとか。エピソード1ブリジット終わったね。エピソード何番あるか知らんけど。ここまで持ったのか知ってきた。あんたのようなルームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され BB もルームスも